とうございました。ありがとう、こういうおつおつありがとう、ありがとうございました。本当にちょっと後ろでさ髪留めしてるんだけど、それが突き刺さって痛い。ありがとう、ちょっと暖房つけよう、寒いからね。こういうお疲れ様、ちょっとリップ薄い、まあいっか。でもね、アイメイクが濃いからリップが薄く感じちゃうのかもしれない。画質悪い、多分 Wi-Fi 悪い気がする。黄色あばちゃん小山っちさんありがとう。いちご以上に泣いてましたねちょっとみんないや大丈夫だよ。今ねあの服を服はちょっと投げ散らかしてたけど今サチタンさ何事もなかったようにさスーって逃げようと思ったけど無理だったはい、という感じでちょっと服が1、2、3個ねちょっと脱ぎ捨ててあったんですけど、すみません。いやいや産卵はしてないもんねーだそうそう、ちょっと脱ぎ捨ててあったんだけど、まあまあ許して。今ね、だってね、だって今ね帰ってきてね、だって今帰ってきてすぐねみんなにねお話ししたかったからね、すぐ配信始めようと思ってパッて脱いで、あのあちょっと汚いけどちょっと先配信しようって思ったから、汚くないもんだそうそうなんです。まあまあまあちょっと話は戻りまして、素朴の太陽公園ありがとうございました。もらい泣きしちゃった。でもそう思った、みんなのねありがとう、許してくれてありがとう。あのサチは夕日で泣いちゃって、そう夕日のセリフ部分をいつも担当させていただいてるんですけど、セリフのとこで泣いちゃって、そう泣いちゃったんです、泣いちゃいました泣いちゃいました。でもお歌では、いやそうあのね、そうリサ子を思いながらめちゃくちゃ心を込めてね、いつもの倍以上リサ子のことを思いながら、楽しい時間はリサ子と過ごした楽しい時間を思い出しながらこうめっちゃ心を込めて言おうとしたら、もうすぐ涙が出ちゃって、もうさなんかもう線が切れたかようにさブワッて急に出たんだよね。思い出しちゃって泣いちゃったっていうあれがあっての涙です。そう感動ですよね。サチありがとう、来てください。みんな来てくれてありがとう、見てくれてありがとう。夕日でサチに釣られて、僕とやらじゃなくて大体コールしたかった、嬉しい、ありがとう。そう山口コンビ、そう泣きが初めて、そうだよね、あんまりみんなの前で泣いたことないから、そうだよね。サッチーが一番頑張って、そう、なんかみんなの、でもみんなのことを見ながら今日は歌ってみました。あとあとちょっとアーカイブ映ってるかわかんないんですけど、 DMM 君は今僕の太陽の時、いつもは皆さんのことを見ながらやってるんですけど、今日はあのリサカの方をね見てみたんですけど、映ってるかな。でもサッチーもちょっと照れながらやったから、そうちゃんと映ってるか分かんない。そう同期の絆尊い、本当にそう、いや本当にねマジでめっちゃ語れる、なんかリサ子のことについて、なんだろうね、そうもう本当に語れる、そうそうなんですよ。楽しかった。でもサチはスチスチ、ありがとう。
そう、リサタンもシティシティだよね。こんばんは、来てくれてありがとう。こんばんは。なんか思い出したエピソード。待って、まずね、違うものに結構書いてるので、それが上がった時にね、ぜひ見てほしいです。それだけじゃないんだけど、察知的心に残ってる思い出がそのこと。書いなんか他のあれで、ブルブルブル。そうなんですけど、それをぜひ見てほしいです。そう、じゃあそれ以外のことだと、なんか結構なんだろう。でも本当にこれはいろんなとこで言ってるんだけど、なんかちょっと頑張らなければみたいな、いつもよりちょっと辛いかも、これ辛いっていうのはそういう辛いじゃなくて、振り覚えとかのね、辛いちょっと振り覚え辛いかもみたいな時、だいたいリサ子が一緒だで、そう、なんか一緒に支え合ったイメージが一番強いです。そう、あ、そうそう、これ書いてないわ、これショールーム限定情報ね。そうで、そうやってなんか乗り越えることが多くて、一緒の乗り越えることが多くて、で乗り越えることを一緒に頑張って支え合って頑張って、で大体ご褒美になんか食べに、まあ、ちょっとなんだけどね、軽食なんだけど一緒に食べに行ったりしてましたね。もううちらマジ頑張ったよねって言って食べたりしました、一緒に。あとお腹すいたねってよく一緒に言って、リチャーダンス覚えるの早い、めっちゃ早いです、めっちゃ、いやもう早いです、早いし綺麗だし、そう、同郷また違う、そうなのよ、そうそう、なんかね、同郷の絆っていうのがまた一本線がありまして、線っていうのはつながりのね、糸があって、同郷の絆でね、サッチーとね、清水梨紗子ちゃん結ばれてたんですよ。そう、ずっと結ばれてたんです。まあずっと結ばれてるんですけど、こんにちは、来てくれてありがとう。そう、それで今日はね、プリクラ、そう、梨紗子のダンス本当に好き。なんか滝野由美子さんの卒業コンサートのあのリハーサルの動画を見てて、11月のアンクレットの前になんかダンスだけを披露するなんか場面があって、ダンストラックっていうの、ダンストラックっていうのかな、があって、その動画を見てて、あのリオツンさんと2人で踊るやつ見てたんですけど、まああったんですよ、そういうのが。本当にすごすぎて、夜ね、もう深夜2時とかに、あ、なんか動画あさってて、昔の見てて、あ、梨紗子って本当にすごいなと思って、そう、なんか感動してた一人で。あ、でその後 LINE した、いちごにすぐ LINE した、なんか梨紗子ってすごくねってそう、深夜の2時ぐらいちょっと遅くなっちゃって、その日は寝るのが、そう、まあそんな日もありましたよ。悲しい、うん、そうだね、悲しいね、なこともありました。1億人で無限達してたね、してたね。さち来てくれてありがとう。いや今日ほんと楽しかった、いつも楽しいけどめっちゃ楽しかったな。そう、お見送りが途切れた時に客席にブリッコポーズレッスンしてくれて釣られました。嬉しい。あ、覚えてるよ、ありがとう、ありがとう。一人じゃないよ、君はのところの肩に手やってるとこ DM、 よかったね。あの歌詞でさ、泣かないのは無理、もうね、絶対泣かない、まあ泣いてはないな、あそこは。でもうるってきちゃって、そう、うるってきちゃった。だってさ、歌詞やばくない？一人じゃないよ君はって、やばいよね。
しかもリサ子だよ隣。泣く。一人じゃないよ君。僕の太陽。いやー瀬戸里も最高ですね。なんかリサ子のための瀬戸里のような、リサ子に向けた瀬戸里のような瀬戸里ですよね。僕の太陽って。一人じゃないよ君は。確かにリサ子戻ってきてくれないかな。3周年コンサートで。カナのメールでサッチー好き好き、リッチーサッチーもカナタのスティスティ、サッチー来てくれてありがとう、来てくれてありがとう、こんばんは。ビバハリケンの歌詞で泣きませんでした。いやビバハリケンは明るいじゃん、なんか恋に落ちたあれじゃん。そうリサコちゃん特別ゲスト、そうリサコを呼びます。リサコそれな、帰ってきたんかいってそのまま行っていいよって感じだよね。サチさん、ステスチありがとう。一人じゃないとこ泣けるよね。そうなのよ、なんか歌詞とかで泣いちゃう。心を込めながら歌うからなんかより心がこもった。今日はこんにちは、お疲れ様です、お疲れ様です、こんばんは、こんばんは。なんか今日レイダーの時イチゴとの身長差めっちゃ、そうだね、めっちゃ10センチは確実にあるかな。イチゴとの身長差は、ほんと素晴らしい公演でした、ありがとう。さち来てくれてありがとう。太陽は泣いてるさちみたい、来てくれてありがとう。さち来てくれて、ゴティ巨人、巨人ってことじゃないけどスタイルめっちゃいいです。足長くて背が高くて、髪伸びた、本当に。でも伸びるのは早いってねよく言われますね。一応の前そんなに髪が伸びたんだねってよく言われます。うれチスチス、サチさんあれチスチス、今日は祝日か。サチ来てくれてありがとう。いちごと袖はサチか来たぞ。おおいいね。あ僕対改めて聞いてみると深い、いや本当にそう、なんかさ太陽とか書いてあるからさ、なんか明るい曲かなって感じだけどさ、それが、まあ、そうなんだけど、そうなんだけど明るいんだけど深いんですよ。そう、そう、嬉しいツーショット、サシさんはおしましできますよ、ぜひ待ってます。サチさんステステありがとう。リチャ見てウロルサッチ見てニヤニヤ。嬉しい。あさって、お、はじめまして、ありがとう。かわちいかわ、ありがとう。今日は特に生き生きしてました。そうだね、確かに確かに。そっか、明日お話会じゃ、そうやで、あ、明日？明後日かな。あ、明日は先輩方がお話会ですね。さちさん、すちすちありがとう。さちさん、すき焼きもありがとう。スーチースーチーありがとう。サチさんスーチースーチーありがとう。サチさんスーチースーチーありがとう。一人じゃないよ君。サチプリクラ、サチが映ったやつある。いやあれね、サチね映ってるんですよ。でもあのちいかわちゃん の, なあのコラボのを選んでしまったことにより、サチさん多分ね、あ結構しっかりなんか14人で撮ったわりでサッチしっかり映ってたはずなんですけど、ちいかわちゃんのなんかコラボのやつになってたので、サッチの顔にドーンってちいかわがかぶさってたので、サッチ映ってません。めっちゃ楽しかったみんなで。そう、そうそう隠れてしまったんですよ。みんな誰ちいかわにしたのって、そう
そうなんですね、面白い、それはそれで面白いめっちゃおもろくない、そうドーンって、なんとなんですよ、そうなんですよ、いや来てくれたりです。フレンゲームね、えなんかさ、何からが何からが得意ってなるの、まあ、絶対得意じゃないんだけど、てかあんまやらないクレーンゲーム、そうあんまやんないかも。でも今日梅が取れました、1個やったら梅、あと何やったかな、梅やって、あとあさみみちゃんっていううさぎのねキャラクターのポーチが欲しくてやったんですけど無理でした無理でした、つらい、なんかさ取れないの分かってるからさ、そうなのよ、取れないの分かってるからでは前髪が好きです、自分の。こっち来てくれてありがとう。買った方が早かった、いや言っちゃいけないけどそうなんですよねそうなんですよね、そういうこともね考えちゃうからね、あんまできないんですよクレーンゲーム。でも楽しいよね。あ、前髪かわいい、やった嬉しい、あ、前髪好きですって、みんなに前髪見せとこ、そう、みんなに前髪見せとこ、え、嬉しい、たくさんスクショありがとう。サチのファンクラブなんてありません、すまん言っちゃったね、いやでも思っちゃうよねえ、でもさ、まあクレーンゲーム楽しいよね、めっちゃたまにめっちゃしたくなる。そう、最近ちょっと大人っぽくなった、本当に具体的どこがですかね嬉しい、もう大人ですからさっちのと、え、嬉しい、ありがとう。今日はあれですね、先週違うユニットして今週戻ってきました、日暮ちゃんとひまわりくんに。そう、そうなんですよ、お疲れ様です、お疲れ様です、ありがとうございます、嬉しい、ありがとう。お久しぶりかな、日暮らし。そうだね、1月の17にして1ヶ月ぐらいね歌ってなかったまあお家ではね歌ってたんだけど、いっぱい、そうお家では歌ってたけど、あ、そうだ、審査員もありがとうございましたなんですよそう、実はもうね ST 優勝は決まってるんですけど、ちょっとまだ言えないんですけど、もう本当に美味しくて、あ、審査員の話聞きたい、いいですよいいですよってあれなんですけど、どんなおみ、緊張した、緊張はめっちゃしたけど本当に楽しかった。え、なんか本当に試食ちょっとして書いてみたいな、で点数つけてみたいな感じで、なんかすごい、なんか人生をたくさん経験してくださってきてらっしゃってる素敵な大人の方さ、ちょっと待って言葉がなんかめっちゃ勉強になりました。なんかタッチはすごいスピーチがうまい方のスピーチを聞くのが好きで、なんかすごい賢い言葉とか、なんていうの、なんていうんだろう、何その言葉みたいな言葉を使ってるスピーチが聞くのが好きで、
そうそう、あ、それだ、それが言いたい。語彙力があるスピーチすごい好きで、なんか皆さんも本当に、うん、なんかもうめっちゃ勉強になりました。はい、めっちゃ勉強になった。でも楽しかったです。いや、スピそう、主役止まらなかったけど、ちゃんと一口にしたよ、タッチ。あ、でもまあ紅茶はあったんだけど、紅茶は全部飲んだんだけど、まあ、飲み物だからセーフかなと思ってそう、サッチーが選んだ STU 賞はですね、新山口駅とか岡山駅とか広島駅とかにサッチーが選んだやつが STU48 賞として駅に並びますので、ぜひそのなんか公園で広島駅来たよとか、まあ、山口も来たよとか、多分他の駅もねあると思うんですけど、あと岡山駅に来たよとかの時はね、ちょっとお土産コーナーに寄ってみて、ぜひね、サッチーご推薦、そう、サッチーご推薦のお土産を、実はね今右にあるんですよ、早くみんなに見せたい、これだよって、実は右にあるんですね。そう、ぜひあのお買い求めになってみていただけるとすごく嬉しいです。みんなもし買ったら教えてね。あ、これがサッチーが選んだやつか、うん、美味しいって。そう、そう、そう、あれ携帯動いてない。あ、58分になっちゃう、やばいやばい、壇上へもさせていただきます。13位豊中のひろさん、12位はじりこさん、11位ギルスさん、10位シャイニングフィンガーさん、9位トンさん、8位りょうすちすさん、7位よしーぞんびさん、6位くまねパパさん、5位小山内さん、4位こぬれまんさん、コヌレマンさん、3位ヤスペイさん、ありがとう、僕たちを見に来てくれてありがとう、2位マルさん、ありがとう、ありがとう、1位台湾のコウさん、ありがとう、見に来てくれて、見に来てもくれてありがとう。パチ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 、明日、明後日行ってみるって、嬉しい。そうです、2月25日、日曜日です。日曜日はですね、自分のシングル決めない、あ、やばい、待って、あの当日券押し増しやりますので、ぜひ気になった方はぜひ見に来てくださると嬉しいです。本日は僕の太陽公演、本当にすいません、こんなギリギリになっちゃって、やった、あれ、最後のりさこちゃん、清水りさこちゃん、最後の僕の太陽公演でした。もう来てくださった方、 DMM に見てくださった方、あの来てないし見てもないけど応援してよって方、本当にありがとうございました。皆さんも今日一日お疲れ様でした。それじゃあみんなおやすみ、ありがとう、まったりー、おやすみ、すやすや。